どうも、マイドです。ニックです。いやー、元プロからあるあるですけども、痛恨のバッテリー切れでした。はい。今ね、ドーナツ屋さんに到着。で、ミルトンっていう街があるんですけども、お店の名前が、ブルーム。結構ね、綺麗にリノベートしてね、作られてる感じの、いい感じのドーナツショップですね。はい。ちょっと中に入ってみましょう。ご主人様、トツです。トツです。
よし。で、オーナーの助手と、その奥さんですね。はい。ありがとうございます。またゆっくり来させてもらいますんで、はい。OK! I'll be back soon! じゃあ、ニックさんは？じゃあ、ここから僕も帰ります、ここも。まだ行きましょう、ぜひ。よし。じゃあ、コウさんまだ。じゃあ、リュウさんもここから帰るんで。また行きましょう。はい。じゃあ、どうも。いやー、結構なかなかいい感じのドーナツ屋でしたね。うん、で、旦那さんも奥さんもすごいいい人なんで、ビジネス頑張ってほしいですね。うん、まあ、まだね、ちょっともう一回ゆっくりと来たいと思います。はい。いや、ドーナツ屋さんね、結構なかなか、コンセプトもね、いい感じで、やっぱりドーナツ甘いっていうイメージあるんですけども、うん、もう全然甘くなくって、フレーバーもね、結構興味深いフレーバーで、柚子とか、まあいろいろね、新しいフレーバーがあったりとか、なかなか、まあ新しいタイプのドーナツっていう感じで、まあ結構いいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、そんな感じでね、まあまた、新たにね、ちょっと今度一人でプラッと行ってみようかなっていう気はしますけども、はい。まあ、今回はこの辺で動画締めさせてもらいたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。それでは、じゃあね。バイバイ。